ネルは新居の初キッチンでフルーツ飴作りをしたいと思います。イエイ。もうちょっとこれ仕掛けの真似、仕掛けの真似しなきゃいけない。もうちょっと仕掛けっぽくやってだってふう。今日やるのはなんとバスガンのタクシューフルーツ飴。イエーイ。多いですか？エケベイナシェ。そう、今日はね、私がずっとやりたかったフルーツ飴作りをしたいと思います。もういろんな YouTuber さんやってるんで、あー、またかって感じだとは思うんですけど、まあ、私やるの初めてなんで超ワクワクします。楽しみ楽しみ。美味しそう。アナの真似してる風か。え、アナっぽくない？服装が。今日はね、みんながやりそうなフルーツ飴からちょっと変わったフルーツ飴、もはやフルーツじゃないやん飴を作っていきたいと思います。いや、私はフルーツ飴しか作んないけどね。勝手になんか用意してるから、はい、これがちょっとフルーツ飴だけじゃ飽き足らず、干し芋飴、これも作っていきたいというなと思って。いや、干し芋飴はちょっと革命かもしれない。美味しいかもしれないね。美味しい可能性あるくよね。うん、乾物飴界にちょっと衝撃をもたらしたいというね。乾物飴界ってもう乾物飴があるみたいになってるけど、ないからね。ないよ。ないです。もしこれが美味しい、暴れてるーっていうあの世界あるじゃん。ない。じゃあまず最初に串にあの砂糖を刺していくの。え？ああ。串にフルーツを刺していきます。あ、本当だ。串に砂糖を刺す工程やばくない？このね、急におしゃれな料理チャンネルっぽくなるね。このアイランドキッチンブーね。なんちゃん集中してる時の口が。ごめんね。パパが食べた。ママが作ってるのに。え？パパ、ボンスさ、パパにダメでしょって言って。ダメでしょ。ごめんね。はい、ボンス、私がね、あのね、しばゆが洗濯機の中に入れた服の中にティッシュが入ってたんですよ、丸ごと。そしたら、ドラム式乾燥機のね、フィルターの部分が根詰まりしてて、朝起きたら。はぁと思って、そんなこといつもないんですよ。したらもうブエってなってて、私がもうパニック起こして、あーもう最悪最悪、ふざけんな、あ、待ってみたいな感じになってたらね、ポンスにね、ママ優しく言って言われて、ありがとう、一緒にやる。うん、じゃあ手伝って。ポンスも手洗って手伝って。ねえねえ、これイチゴ。そうだよ、イチゴだよ。ね、どこにある？ここ？んそれ、ねえ、もう一個ここにある。そう、あ、うーくんも手伝ってよ。はぁ、あ、オーガナイザー。え？なんで倒れるの？いや、しょうがないなーみたいにオーガナイザーって言ったよね。え？言ったプーか？気のせいだぷよよ。ポンさん食べてるでしょ。もうダメだ、全員バカだ。パパ食べていいよ。あ、面白い。うん、あれや、ぷさすがに今のは食べたよ。2枚見て、食べた。え、パパやったかも。え、食べた。うーくんなんて、うんちピザ。うんちピザ食べていい？いいよ。美味しそう。え、めっちゃうまそうじゃない？普通に。めっちゃ終わった。このね、みかんの白い部分はめんどくさいと同時に栄養があるので取りません。もうちょっとのいい。はい、じゃーん、フルーツ飴の串刺しが終わりました。こんな感じでございます。最強。というわけで乾物もやって。乾物やりますか？やってプ。これ？うん。欲しいも？魚を刺すときみたいにうねうねって。いやー。こちは。あ、すごいかっこよ。カブーン。おでん。こういうことですね。あ、そうそうそう。そうですね。まずそう、なんかここに入ることによってこっちが台無しになる感じがすごいある。じゃあ欲しいも2つやっときます。はい。はい。はい。
こんな感じでめちゃくちゃ美味しそうだよね。アパビー。あ、いやーこれフルーツ盛りとして出てきても許せるアパビー、超いいよね。ここでグツグツ通して、でここにどんどん置いていきます。はい、出来上がったら、はい、というわけでみかんが入っとる。いい感じ。いい感じ。うん、オッケー。じゃあおしまい。じゃあおしまい、じゃあいくよ。こうやってグツグツなってきて、まだちょっと透明にならないので、まだこのまま待ちます。7分、5分から7分ぐらい結構な時間を要するみたいなので、ブー、一回ここタッチして、そう、見守ってて、危ないから。はい、やってください、ブー。あ、あ、でもほら、ぽいジャンプ、ぽいジャンプ。ねえ、なにこれ。え、これうまくいく人意味わかんないんだけど。でもこの黄色い状態いいんじゃない？黄色い状態がいいんだ。いいぞいいぞ。ママ来たよ。黄色がいいんだ、黄色が。なるほど。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、いけてるけど、それだよ。オッケー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 。お、いけてるいけてるいけてる。あばば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 ばー。あーちゃんできたんじゃない？できるんじゃない？できてるできてるできてる。できてるできてる。めっちゃいいめっちゃいい。なるほどね。こうなってからが本番だったってことか。めっちゃ可愛い、やばい、超いい感じよ。最後に、はい、じゃあ干し芋いきます。あ、可愛い。干し芋絶対うまいって。普通に干し芋うまいよ、これ。もう結構割と全体にかける感じでしたよ。覆う感じで。冷蔵庫に冷やして10分後ぐらいに食べようかなと思います。はいはいはい。それではフルーツ飴ができたので、せっかくなのでASMR で静かに咀嚼音をみんなに聞かせてあげましょう。はい、はい、せーの、いただきます。せーの。邪魔されたね。じゃあ次、みかんいきます。みかんいきます。はい、すげえ。じゃあ続いてよ。続いて、はい、真骨頂干し芋飴。じゃあやっていきましょう。はい、うまい。はい、めちゃくちゃ美味しくなかった？うまかったべ。え、うますぎたんだけど、やばい。超超大成功です。やっぱりこれかき混ぜないことが本当に最大のコツだなって思いました。あと、フルーツの水分を一切なくす。なんで、皆さんも、お家で乾物ふりかけ、あ、違う、間違えた。乾物飴、やってみたらいいんじゃないでしょうか。うん、ね、またやろうね。感想どうでしたか？うん、どうだった？かわいたいもん、待ってるから、ちょっと喋っていいんだよ。甘かった。よかった。イエーイ。じゃあまたやろうね。じゃあ、今日のサブチャンネルはこれにて終了。バイバーイ。バイバーイ。